はい、どうも、奥大輔です。ここのチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返って、いろいろお話をしております。僕ちょっと個人的にですね、先週から今週までちょっと山の中にいましてですね、まあ10日からちょっと、まあ15のですね、まあ夜に帰ってきたんですけども、ちょっとまあ僕、ボイスカードのリーダーしてるので、ちょっとキャンプでですね、山の中にいまして、でちょっとその間ね、動画の投稿ができなかったということで、まあ久しぶりの動画のアップなんですけれども、まあ、ただまあ、山の中とはいえですね、今もスマホどこでも繋がりますから、一応試合結果なんかはね、まあ、チェックはできていたんですけど、ただまあ、動画が撮れないということで、アップできなかったんですけど、まあ、アップしてない間にですね、まあ、一体阪神がね、どういう風になるんかなと思って、まあ、ちょっとね、不安半分、楽しみ半分やったんですけど、まあ、まさかの全部勝つっていうですね、10連勝を飾るっていう、ちょっと想定してなかったんですけどね、全部勝ちまして。で、帰ってきた日、昨日負けましてですね、ね、昨日ちょっとまあ、動画上げるの間に合わなかったんで、昨日上げてないんですけども、10連勝して昨日負けて、っていう感じですね。で、あと何があったかというと、梅野の離脱ですかね。尺骨骨折ということで、デッドボール当たってですね、骨折で、梅野が離脱ということですね。まあ、このまあ、まず梅野の離脱からですね、まあ、ちょっと触れていきたいんですけども、まあ、これもですね、やっぱ、ゆあさんの時と同じようにですね、ネットニュースとか見ると、なんかもう、激震みたいなですね、大ダメージみたいなこと書かれてますけども、まあ、そこまでではないのかなとは、個人的には思ってます。まあ、梅野が抜けても、誰かが代わりに入るわけですから、まあ、それは多少のね、戦力の増減はあるかもしれませんけど、梅野の分が丸々なくなるわけではないですからね、梅野の代わりに、当然、坂本が入ったりするわけですから、その、まあ、ちょっとのダウンはあるかもしれませんけど、大幅なダウンっていうことはちょっと考えにくいかなということですね。で、まあ、もちろん痛いのは痛いですよ。痛いのは痛いですけど、阪神、結構ね、キャッチャーいっぱいいるんですね。いっぱい取ってるんですね、若いキャッチャーを。で、ただまあ、その梅野と坂本がですね、まあ、一軍レベルでこう、がっちりいましたから、で、その前は原口もね、キャッチャーでいましたから、この若手がね、なかなかこう、出番ないっていうね、そんな状況がまあ、続いてたんですけども、これまあ、梅野抜けたということで、はっきり言って若手にとっては大チャンスですからね、よくその、プロ野球ではね、新戦力がこう、頭角を表すときでの主力の怪我っていうのが一つのこう、きっかけになる場合が非常に多いですよね。主力が怪我をして抜けて、そこに代役で入った人が大活躍して、そのままレギュラーに、なるみたいなですね。そういうのが非常に多いので、まあ、代わりに長坂と栄田が上がってきましたけど、まあ、長坂はね、もうベテランというか、もう30歳ぐらいですけども、栄田はね、若手のホープですから、この辺にとってはもう大チャンスですからね。まあ、ちょっとまあ、この辺、いわゆる阪神の若手のキャッチャーはもう梅野さんと坂本さんいるからちょっとしばらく無理やなっていう感じだったと思うんですけど、これでね、結構火がついてるんちゃうかなと思いますから、自分ももしかしたら出られるかもしれんっていうですね。まあこれをね、まあまあ、うまいこといい方向に持っていけないかなという気はするんですよね。当然ですね、もちろんスタメンキャッチャーは坂本が中心になると思うんですけど、その、坂本もですね、その、正捕手で1年間っていうのも経験ありませんから、やっぱりね、そのうちこう疲れも出てくるだろうし、出続けたらね、で、相手もね、その、配球のデータが蓄積されてくるんですよね。梅野はもう正捕手でずっと出続けてましたから、梅野の傾向はもう全球団でおそらくデータで出してると思うんですけど、だからね、結構ね、配球読まれて打たれたりっていうこともね、結構あるんですけど、まあその中でね、梅野はこう戦ってたわけですよね。で坂本もある程度はデータあるんでしょうけども、どっちかというと正捕手が梅野で、坂本はまあ2番手っていう感じですから、だから坂本が出ていくと相手はデータがないのでね、結構その、配球でこう抑えられたり、まああったんですけれども、これも坂本が正捕手で出続けると、これも当然データでですね、丸裸にされますから、ってなったらやっぱりなかなか今まで通りの配球ではこう抑えにくくなるというところで、ってなってきたらやっぱりね、坂本の、まあ、休憩とかね、目先変えるという意味で、おそらくね、長坂あたりスタメンあり得るかなと思うんですよね。ここね、チャンスだと思って、頑張ってほしいなと。で、もしかしたらね、岡田監督も栄田あたり使ってくるかもしれませんのでね、まあもちろんね、もう長坂も栄田もね、肩はいいですね、すごくね。今、阪神のキャッチャーね、全員肩強いんですよね。まあ、坂本が一番弱いかなぐらいですね。若いキャッチャーいっぱい二軍にいますけど、みんな肩強いんですよね。なので、結構ね、いいキャッチャーのね、卵が揃ってますから、この辺の誰かがね、頭角を表してきてくれたら、まあ、一つチームにとってはプラスになるんちゃうかなと思いますので、個人的にはね、そこまでの、
ダメージではないんじゃないかなと思うんですね。ピッチャーだってその湯浅抜けたって代わりにいっぱい出てきましたもんね。いっぱいボコ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 出てきてですね。で、まあ、あの、湯浅が怪我で抜けたり、あと、高橋遥人がね、復帰がもう遅れたりとかですね。まあ、こんなんなったけど、全然そのダメージがないぐらいの、今、充実ぶりですから。あの、ピッチャーも充実してますけど、キャッチャーもたくさんいますからね。この辺うまいことですね、岡田監督が使っていくんちゃうかなというふうに思いますので、まあ、痛いのは痛いし、まあ、残念は残念ですよね。当然ね、主力が抜けるわけですから、残念ですけれども、でもまあ、チームにとってそこまでの痛手じゃないかなと、個人的には思っています。で、もっと言うとね、尺骨骨折でもう今季絶望みたいな記事出てましたけど、もしかしたらね、まあもう岡田監督も今季絶望っていうコメント出してましたけど、もしかしたら復帰可能性なくはないですよね。まあその骨折の度合いによりますけどね、尺骨骨折って言ったってまあいろんな種類ありますから、日々入っただけで骨折ですからね、まあどういう骨折なのかによりますけども、もしかしたらですね、シーズン終盤とか、ポストシーズンね、クライマックスシリーズとかで戻ってくる可能性もなきにしもあらずですから、まあこの辺ね、もしかしたら、まあ、岡田監督のですね、まあ、コメント、額面通り受け取らない方がいいのかな、まあ、死んだふり作戦みたいなこともあり得るのかなという気もしますので、まあ、この辺はね、まあ、こういうアクシデントをどういうふうに乗り切っていくのかっていうのがね、監督の腕の見せ所ですから、まあ、上野には残念だし、もちろんね、チームにとっては痛手なんですけど、まあ、一つでも岡田監督の手腕がどう発揮されるか、楽しみでもあるんですよね、個人的には。この辺ちょっとね、楽しみにしたいなというふうに思っています。まあ、どのチームもアクシデント絶対ありますからね、全員が、5体満足でですね、最初から最後まで全員がもうフルでいけたら、当然もう圧倒的に優勝するわけで、そういう、まあ、うまくいかないから、みんな苦労するわけですよね。今年もそのセリーグの6球団見てももうそのなんていうのかな、期待通りに全員が働いてるとこほぼないですもんね。 DeNA にしたってね、巨人にしたって、広島にしたって、何かしらアクシデントがねあったり、抜けたりね、広島今2位にいますけどね、秋山が抜けたりね、この間までね、西川が抜けたりしてましたから、わからないわけですよね。だからそれをどういうふうに乗り切るかっていうのが、まあ、腕の見せ所なんですけど、この辺岡田監督はね、経験もありますしですね、当然ね、こう、バックアップ選手のね、準備はきっちりしてるんですよね。だから、今年の阪神見てると何かアクシデントがあっても全然こう、なんていうのかね、こう、焦りがないというか、どっしり構えてですね、あ、じゃあこの選手が抜けたらじゃあこの人、みたいな、もうすぐにこう、リスクの管理みたいなのがきっちりできてるな、という感じがしますから、この辺はね、まあ、さすがやなと。この辺も含めて、やっぱりね、チーム力があるなっていうふうに、逆にね、チームの層の厚さを感じるみたいな、そんな感じですよね。はい。でですね、まあ、10連勝をしてますけども、この10連勝もですね、全部がこう、勝ちゲームというよりかは、もう、流れとしては負けてたのに、相手がミスってこう、勝てたみたいな試合もありますから、まあ、ちょっと若干ラッキーな10連勝かなという気はするんですよね。まあ、巨人戦なんか特にそうですよね。相手が勝手にミスしてですね、本来も完全な負け試合やったやつをなぜか勝っちゃったみたいなですね。まあ、そんなんがあっての10連勝ですから、まあ、そんなにね、まあ、手放しで喜んでいいということではないと思うんですけど、まあ、岡田監督流れを大事にしますからね。だから、岡田監督の考え方として、勝ち続けるのもやっぱ疲れるっていうですね。まあ、それ、まあ、確かにそうやなというふうに思うんですよね。その、やっぱり連勝があったら絶対に反動で連敗が来るんですよね。当然ね、連勝するっていうことは、そんだけこう、勝ちパターンのピッチャーをガンガンつぎ込まないといけないわけですから、当然疲労が溜まるしですね。打つ方も打ち疲れがあって、全員がこうね、打てなくなるっていう時期来ますから、で、大型連勝があれば絶対反動が来るんですよね。今まさに広島がそうですね。10連勝した後、6連敗かなんかね、しましたけども、やっぱ反動来てますよね。なので、岡田監督もね、ちょっとね、あんまりこの10連勝ってね、まあ、まあ、嬉しいのは嬉しいんでしょうけど、あんまり内心よく思ってないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、昨日負けてですね、10連勝止まって、またこのままずるずるとね、連敗にこう入っていくんちゃうかなっていう、ちょっとね、そういう心配もあったんですけど、まあ、この辺ね、その、岡田監督は無理に勝ちに行ってないですね、この10連勝ね。先ほど言った相手が勝手にこけて連勝が続いたみたいなところありますから、まあ、なんていうんですかね、勝ち疲れみたいなのは、まあ、少ないのかなと。いう気はしますよね。ただまあ、やっぱりね、岩崎とかは、やっぱり連投になりますから、このやっぱり10連勝中もね、まあ、1日こうね、上げていなかった試合がありましたけども、やっぱりこう、なんていうんですかね、どうしてもやっぱ登板からになってくるなっていう感じですから、この辺をね、今後どうやって管理していくのかですよね。やっぱ、ある程度勝ったり負けたりしながらっていうのが一番やっぱりね、チームにとっては負担が少なくていいのかなというふうに思います。だから中日なんかそうですよね。中日なんか、ライデル・マルティネスがもう出てくるたびに絶好調ですもんね。全然投げてないから。勝ちパターンのピッチャーが、出番が少ないから、やっぱりそういうのが出てきたらやっぱりいいパフォーマンス見せますもんね。
で、やっぱり勝ち続けていくとですね、広島なんか、今日見てると、やっぱり勝ちパターンのピッチャーに、やっぱり疲労が溜まってですね、パフォーマンスが落ちてるなっていう感じですけど、まあ、岡田監督、この辺ね、10連勝中も、まあ、うまくね、休ませながらやってましたから、まあ、今回の10連勝の後の反動っていうのは、まあ、少ないんじゃないかなというね、そんな感じはします。なので、まあまあ、大型連敗っていうのはね、まだしないんじゃないかなと思ってるんですけどね、まあどうなるかね、この後、ちょっと見ていきたいなというふうに思いますけれども。はい。ということで、で、10連勝が昨日負けて止まって、で、昨日もね、勝ちゲームだったんですけどね、ちょっとまあまあ、落としてしまって、ちょっと嫌な感じでね、このままずるずると2、3連敗いくと、まあ、ちょっとね、嫌な雰囲気が漂ってくるかなというところだったんですけども、今日、見事にですね、勝ちまして。で、マジック29が点灯したという試合ですよね。ただまあ、マジック点灯したからといってですね、阪神ファンはそんなに喜んでないですね。阪神タイガースの最近だけでもマジック2回消してますからね。マジック点灯してんのに優勝できなかったっていうのがもう最近だけで2回ありますから、まあ、当然阪神ファンはまだまだね、浮かれてる人はいないしですね。で、いや、これまだ分からへんでっていうね、阪神ファン特にね、疑心暗鬼になりますから、ネガティブ思考の人多いですから、まだ分からへん、まだ逆転されるかもしれんっていうね、ビクビクドキドキしてる人がほとんどちゃうかなというふうに思うし、岡田監督もね、経験ありますからね、2008年は自分が監督の時ですから、マジックついたけど消えちゃったっていうね、2008年ありまして、その後2010年か11年もね、ありましたね、マジックつきながら消えちゃったっていうのがありましたけども、だからまあ、阪神のまあ、特に、首脳陣ですかね、岡田監督とかね、コーチの人たちは、それ経験してますから、まあ、浮かれていないというふうに思いますよね。だから選手がね、こっから先どういうふうに、まあ、浮かれないの大事ですけど、緊張してガチガチなのも困りますから、いかに平常心でプレーできるかっていうのが、この後のね、マジックどんだけ減らしていくかっていうのに関わってくるのかなというふうに思います。ただまあ、岡田監督の考えとしては、やっぱ9月勝負っていうのは変わってないと思うんですよね。なので、まあ、昨日からかな、広島3連戦、この後 DeNA 3連戦ですけど、別にそんなね、是が非でも勝たないかんとは思ってないみたいですね。なやったら3連敗でもいいよぐらいのね、1個勝てばいいわ、みたいな、そんな感じですよね。1個勝ちは十分やでっていう、そんな感じですよね。だからまあ、しばらくまあ、8月も勝ったり負けたりして、9月入ってから一気にこう、勝負っていうね、まあ、そういう頭があるのかな、というふうに思います。はい。ということで、今日ね、スタメンを少し、いじくってきましてですね、近本中野で3番にですね、サードで小野寺を入れたんですよね。3番サード小野寺ですね。4番ファースト大山で5番に、5番に森下を入れましたね。5番に、ライトで森下。で、6番レフトでミエセスを入れて、7番キャッチャー坂本、8番木浪っていうですね。で、今日は大竹がですね、復帰登板ということですから、9番はピッチャー大竹と。こういう風なんですね、オーダーを組んできまして。まあ、どういう意図がね、あんのかなと。まあ、佐藤を外したのはね、やっぱ昨日のプレーがまずかったっていうことですね。まあ、昨日タイムリー打ちましたけど、それ以外にその守備でね、ダブルプレー取れてたやつをこうエラーしてしまってですね、まあ、ダブルプレー取れずというか、まあまあ、ランナーもね、生かしちゃったっていうね。それで、結局やっぱりこのエラー一つで、その回は点にならなくても、やっぱピッチャーの球数がそんだけ必要なわけですよね。これ、ダブルプレー取れてたら、そのままもう、ね、終了だったところが、ランナー二人残るわけですから、当然ね、球数もですね、気持ちの疲れも当然来るだろうし、っていうところで、やっぱこのダブルプレー取れなかったエラーっていうのはね、痛いなっていうところと、それからノーアウト二塁三塁でですね、佐藤っていう場面があったんですけど、これボール球振って三振っていうですね。で、この場面は相手は下がってるんだから、とりあえず当てればですね、当ててゴロ転がせばいいわけですよね。そしたら、あれ2点を追う場面だったんですけど、1点入ってなおワンアウトサードですから、これさらにもう1点取れる可能性が出てきたというところですね。で、ここでですね、ボール球を振って、こうストライク見送ってボール球振って三振ですから、やっぱこれがね、岡田監督としては、そんなことやっとったらもうね、試合に使えへんぞという、まあそういった、ところなのかなというふうに思います。まあ、これも、まあ、難しいところですよね。佐藤はですね、みんなに三振を怖がらずに振りに行けって言われてると思うんですよね。でも、この場面はやっぱ違いますね。そういった、ところの使い分けみたいなのもですね、何が何でも振り回しゃいいっていうわけではないですよね。かといって、まあ、小さくなってもいけないし、この辺が難しいところなんですけど、やっぱりその場その場状況に応じたバッティングっていうのはやっぱりやっていかないといけないのかなと思いますから、やっぱこの辺がね、岡田監督からしたら、ちょっとま、気に入らんかったということで、今日外してきたということですよね。で、まあ、小野寺をサードで言ってね、僕はあんま記憶にないんですけどね、小野寺は本来外野手ですから、サード小野寺、普通に考えたら佐藤を外すんだったらサード糸原ですよね。普通に考えればね、ここに小野寺を使ってくるっていうあたりが、まあ、小野寺がね、その前の日の、
試合でこうヒットを打ったりね、こう好調キープしているということで、まあ使ってきたということだと思うんですけども、これがまあ一つ特徴だな。で、ノイジーも外しましたよね。だからこの辺まあ、あれですね、少しその、なんていうんですかね、休憩しながら、まあ少し頭冷やしながらっていう感じかなと思いますね。佐藤にしろ、ノイジーにしろですね。この辺一旦外すことによって、ちょっとまあ、少し休憩と、リフレッシュというところかなと。いうふうに思います。まあ、ほんまに失格という烙印を押したらもう二軍落ちですからね。そうじゃなくてスタメンを外して、まあ、ベンチに置いといたっていうことですから、まあ、すぐ二軍落ちということではないと思うんですけど。けどまあ、まあ、ちょっとまあ、頭冷やすよというですね。まあ、そういったメッセージなのかなというふうに思います。だから、勝ちに行ってないんですよね。そのまあ、無理にね。その別に、先々のことを考えて、佐藤とかノイジーが、またね、調子上げてきてもらわないといけないというところで、今日無理にですね、その辺を使っていくんじゃなくて、もう一旦もう外して、ではっきり言ってね、その佐藤と小野寺やったら、それは当然佐藤がスタメンの方が相手からしたらね、嫌だし、プレッシャーもかかるしですね、点になる確率も高いと思うし、ミーセスとノイジーやったら当然ノイジーの方がですね、守備も安定してるしですね、バッティングもまあまあ率も高いし、相手からしても嫌だと思うんですけども、やっぱこれ一旦外せるっていう余裕があるっていうのはね、今の、阪神タイガースのまあ貯金とかね、2位とのゲーム差っていうのもあるし、まあ岡田監督からしたらどうせこの10連勝の後ね、反動で連敗が来るだろうと、どうせ負けるんやったら、ちょっとチームのね、プラスになることをね、先々を考えて、戦っていこうということで、まあ、こういう、今日はね、スタメンできたのかなというふうに思うんですけどね。相手クリアレーンですからね、普通にやったらもう、なかなか点取れないというピッチャー相手にですね、主力を外してですね、ちょっと今までベンチにいた選手を使うわけですから、まあ、この辺は、まあ、岡田監督ならではの采配なのかなというふうに思います。で、まあ今日はだから大竹、久しぶり復帰の大竹と、まあクリアレーンの投げ合いなんですけど、まあクリアあんま良くなかったですね、今日ね。まあ大竹もね、ちょっと病み上がりで、調子あんま良くなかったんですけど、その二人ともね、絶好調やったら投手戦かなと思うんですけど、二人とも今日あんま調子良くなかったな、という感じですよね。あとまあ、球審がね、結構今日辛かったんですよね。なので、二人ともね、公平にやってたから別にいいんですけど、両チームとも同じぐらい辛かったんで、別に問題はないんですけど、やっぱりその、ギリギリ狙ったやつが全部ボールってなってね、その栗も大竹も少し球数がかさんで、ちょっとまあ苦労してたなっていう感じですよね。で、まあ、大竹もちょっと球上ずってましたよね。初球ストレート投げたやつが全部ね、その左バッターが多いじゃん、左バッターの外角の高めに抜けていくみたいなのがちょっと多くてですね。まあ、ちょっとなんかね、球の抑えが効いてないなっていう感じと。クリアレンの方もなんか球のキレが絶好調の時に比べたらないし、コントロールもアバウトだしって、そんな感じですよね。で、まあ、先制点はね、まあ、取られるんですね。広島が先制点とですね。確かね。野間が今非常にね、調子よくて野間が出てですね。で、4番の西川が、ヒットを打つんですけど、やっぱり西川のね、バットコントロールは、なんていうんですかね、変態的なこう、バットコントロールで、やっぱりその、大竹みたいなタイプのピッチャーにはやっぱ強いなっていう感じですよね。その、なんていうんですかね、直球でグイグイ押して150とかね、155の直球でグイグイ押してくるっていう感じじゃなくて、その、コントロール重視でですね、ストレートとか変化球を低めに集めるみたいな、そういう、タイプの、ね、ピッチャーにはやっぱ西川強いですよね。西川はもうそのストライクゾーンのもう一回り外まで打てますもんね。ボール球でもヒットにするみたいな、そういうバットコントロールの持ち主ですから、やっぱ大竹みたいなタイプにとってはね、ちょっと、苦しいのかなと。で、点取られるんですね。インコース投げた球はね、綺麗に弾き返されて。で、1点取られて、あ、ちょっとやっぱり今日ね、良くないのかなと思ったんですけど、すぐにね、4点取り返すんですよね。これも、5番に入った森下がね、ヒットで出て、で、ミエセスがね、ショート内野安打で出て、で、坂本が送って。だからこの間ね、うまく繋がったんですね。まあ、森下もね、きっちり今日もね、ヒット1本打ってるし、ミエセスがね、起用に応えてね、今日はヒット2本打ちましたから、まあ、ちょっと守備でまずいプレーがありましたけどね、まあ、打つ方で2本打ったから、まあまあいいかなっていう感じですよね。で、坂本やっぱりね、送りバントうまいですね。送って。で、木浪がタイムリーヒット。で、大竹アウトになるけど、近本がタイムリーヒット。で、これをライトの野間がエラーして、ランナー2人とも帰ってきて、2点入って3対1になって、で、中野にもタイムリーヒットが出てっていうね。やっぱこの、やっぱ下位からできたチャンスを1、2番で返すっていう形がね、非常に今年多いなと思うんですよ。今日はまさにその形ですよね。まあ、下位じゃないですけどね、5、6が出て、7番が送って、みたいな感じですね。で、8番の木浪がタイムリー打って、で、1番、2番もタイムリーを打つ、みたいな、そういう感じの攻撃だったな、っていうふうに
思います。で、今日結局ね、近本、中野ね、1、2番で、ね、2人とも3安打、猛打賞だし、で、2人とも盗塁決めたし、2人とも打点1稼いでますから、やっぱり今ね、この近本、中野がすごいこうね、調子いいっていうのがね、まあ、阪神をね、引っ張ってる材料なのかな。この10連勝中もこの2人がすごくね、調子上げてきてましたからね。まあ、もともとこの夏場から調子上げるタイプの2人ですけれども、今年はもうね、非常にこう、まあ、やっぱり進歩してますよね、中野にしろね、近本にしろ。まあ、近本はね、病み上がりですけど、やっぱり、調子上げてきましたもんね。中野も一旦ね、打率がガクッと下がりましたけど、またガーッと上げてきて3割越しましたし、近本にしても2割9分ぐらい前後まで上がってきてますから、もうちょっと頑張ったら3割復帰するなっていう感じですよね。だから非常に今日はね、 1,2 番の活躍で、点が入ったのかなと思います。でもこのね、この4点入ってからはしばらく点入らなくなるんですよね。ちょっと重い、試合になるんですね。で、4対1から1点、返されるんですけど、これがね、木浪のエラーで出た。で、今日坂倉がね、ファーストだったんですけど、坂倉がね、レフトにフライ打つんですけど、これをね、ミエセスがね、取れなくて。で、2塁打になって、これ1点入るんですけど、あれね、ノイジーやったら取ってたと思うんですね、多分ね。普通の外野手やったら、まあ、取れないにしろですね、まあ、あそこまでなんていうんですかね、一気に1塁からチョークホームインっていうことはないと思うんですけど、おそらくね、その、ミエセスやから下手やなというので、ある程度こう走りやすかったと思うんですね。まあ多分取れへんわ、みたいな。これノイジーとかね、もしくは島田とかね、この辺守備の上手い選手が入ってたら、あ、取られるなと思ったら、やっぱりそんなにね、ハーフウェイ出れませんから、やっぱりミエセスの守備っていうのは、やっぱりあんまり良くないっていうのはね、知られてるのかなというところで、やっぱりミエセスはもう守備がね、課題かなというふうに思います。で、これでね、4対2になって、ちょっと嫌な感じになったんですよね。ただまあ阪神の方からしたら、まあクリアレーンをね、結構ね、点数はこの4点しか取ってないんですけど、球数投げさせてですね、5回で100何球まで投げさせたっていうところで、まあこれでね、やっぱりね、阪神の方に一つ、まあ、流れが来たのかな。当然こう、系投に入らないといけませんからね、相手はね。で、系投に入って今日ね、2点ビハインドの場面なのに、あ、だから 5回にもう1点取られるんかな。5回にもう1点取られて、で、4対3になるんですかね。4対3になって、6回か。6回ですね。ごめんなさいね。4対2で5回まで、来てですね。で、大竹は、6回もマウンドに上がるんだけど、1点取られて、で、継投に入るんですよね。で、相手はね、5回までで、クリアレーンを、まあ、諦めて、6回から継投に入るんですけど、広島はね、これ1点、まあ、2点ビハインドから1点ビハインドになった。まあ、いわゆるビハインドゲームなんですけど、でもね、栗林、島内ってね、大道か、大道で栗林、島内、矢崎っていうね、これガチガチの勝ちパターンを投げさせてきたんですね。で、つまり、広島の方はもうとにかく勝たないかんと。勝つしかないっていうね、そういったまあ、その余裕のない当然、ね、もう当然8ゲーム、7ゲーム追いかけないといけないわけですから、当然負けてでもこうやって勝ちパターンのピッチャーをバンバンこう投げささないといけないっていうですね、そういう状況にもなってるわけですよね。で、これがやっぱりね、違いなんですよね。その、今苦しい立場のね、広島、こうやって、こういう今日みたいな試合でも勝ちパターンをバンバン出さないといけないってなってきたら、当然勝ちパターンのですね、ピッチャーに疲労が溜まってきますから、パフォーマンスが落ちて、また打たれ出すっていうですね、そういうことになってくるっていうことですね。阪神の方は別にまあ今日負けてもいいよぐらいな感じですから、登板過多になってるピッチャーはちょっと休んどきみたいな感じでね、やってますから、まあ、この辺も岡田監督先を見据えたね、起用ができてるんじゃないかなというふうに、今日もね、その、継投見事やったなというふうに思います。さっき言ったようにですね、5回まで大竹が、2失点できて、6回も投げるんですけど、6回に、野間と、3番の小園に連続でヒットを打たれてですね、ノーアウト1塁2塁というピンチを作るんですね。で、4番西川ですけど、西川がね、初球を引っ張ってですね、これがね、抜けてたら大変だったんですけど、これがね、ファーストの大山が横飛びで取ってですね、すぐにファーストのベースにこう、スライディングでタッチに行って、ダブルプレートなんですね、ライナーゲッツーですよね。まあ、これはちょっとまあまあ、小園ね、ファーストランナー小園ですけど、まあ、これはちょっと戻れないなと。大山がやっぱファインプレーだったのかなというふうに思いますけど、これは見事なプレーで、ダブルプレーにして2アウト3塁になって、これでこの回0点でいけるかなと思ったところ、タイムリーを浴びるので上本にタイムリーを打たれて、で4対3になって、ここで切り式にスイッチですよね。
このタイミング良かったと思います。まあまあね、そのもう一個早く打てもよかったんちゃうかっていう人もいるかもしれないですけどね、そのタイムリー打たれる前に変えてもよかったんちゃうかっていう人もいるかもしれませんけど、まあ岡田監督の中では6回投げ切って欲しかったんでしょうね、おそらくね。これもまあ他のいろいろなことを考えてですね、6回投げ切って欲しかったんでしょうけど、まあ病み上がりということもあって、まあちょっとこのね、タイムリー打たれた時点ではまあここで交代しようかということで、まあこのタイミングはね、僕はまあまあ良かったんちゃうかなというふうに思います。で、キリシキがですね、この回、抑えて、で、次の回もキリシキ、これ回またぎなんですけど、これが、まあ非常にですね、キリシキのですね、まあ本当にまあ、今年ね、一軍でようやくデビューしたみたいな感じなんですけど、まあデビューですが、まあ、デビューは去年もしてますけども、活躍ね、今年ようやく一軍で活躍し始めたっていう感じのピッチャーなんですけど、やっぱこの中継ぎに今すごいハマってますよね。やっぱりその短いイニング全力で投げたら結構打ちにくい球なのかなというふうに思います。これはね、ハマってまして、貝またぎも全然やってくれるみたいな感じですから、今日もね、貝またぎを堂々とですね、やって、だから6回の途中から出てきて7回まで投げたんですね。で、8回岩佐田、9回岩崎で、今日はね、この辺ピシャッと行きまして、これでまあ逃げ切ることに成功したっていう、まあそういった試合ですよね。やっぱりその、まあブルペンのですね、まあ広島の方は負け試合なのに勝ちパターンを使わないといけないっていうですね、そういった状況ですから、やっぱりこれ、この後ね、広島もまたこの、ね、ずるずると下がっていくなんか、そう予兆みたいなのを感じるような今日ね、まあ試合ですよね。阪神の方はまだ余裕がね、ある系統というかね、登板型になってきたら別にこう休ますみたいな、そんな感じですけどね。だから今日見てると、矢崎なんかもね、一時すごいね調子良かったんですけど、最近ね打たれる場面が増えてきましたね。この間ねホームラン2本打たれてサヨナラ負けっていうのもありましたし、今日もね9回に矢崎出てきましたけど、途中からねダイソーから守備に入ってる熊谷がですね、おそらく今季初ヒットだと思うんですけど、初ヒットで出塁して坂本が送って、で代打原口がタイムリーヒットを打つっていうですね、この1点も効いたんですよね。やっぱり矢崎もやっぱりちょっと疲れが出てきてるなっていう、そんな感じに見えます。なのでもしかしたらまたね矢崎と栗林入れ替えるかもしれませんけども、まあこの辺がね見てるとやっぱりブルペンの調子の良さとかね、疲労度合いとか、層の厚さなんか見てるとやっぱりね、まあ阪神の方が若干まあこうね駒が揃ってて有利なのかなという、まあ今日見てるとなんかそんな感じに、思いましたよね。まあこの辺岡田監督もっともっと先を見据えてね、おそらく、試合してると思うので、この後まあ疲労が溜まって大崩れってことはおそらくないかなとは思ってるんですよね。でまあこれで、今日ですね5対3かなで阪神が勝ちまして、これで同じく29が転倒したというですね、そういった試合ですよね。はい。で、まあ、まあ、岡田監督がこの3連戦1個勝ちゃええわって言ってましたから、まあ、今日勝ったことで、明日別に負けてもいいわっていう、そういうね、試合にできると思うんですよね。明日ビーズリーですしね。だから、まあ、そんなにこう、気をってですね、まあ、普通にやりゃいいよという感じだと思うんですね。明日ね、床田なんで、その佐藤を戻すかどうかですね。今日、小野寺がね、ちょっと今日、結果出せなかったので、佐藤に戻すか、まあ、サードを守れる人って言ったら佐藤か糸原なんですけど、二人とも左ですからね、床田がいますから、左ですから、もしかしたら明日も小野寺で来るかもしれませんな。この辺どうなるかですね。で、ミエセスはね、やっぱりその、守備が不安すぎますのでね、やっぱりその見れてヒヤヒヤするんで、ノイジーは明日戻してくるんちゃうかなと、個人的には思ってます。だから佐藤が今日の試合なんかを見ててね、どう感じたのかっていうのはね、まあ個人的には、まあ、興味深いというか、それを次に自分が出た時にどういう風にプレーで見せてくれるのかっていうのを、まあ楽しみにしたいなという風に思っています。はい。ということで、ちょっとね、まあしばらく動画投稿なんか飛んでたので、まあ少しね、遡って少しお話をさせてもらいましたけども、まあ何しろ、まあマジックが点灯したというのはね、一つの区切りかなと思いますので、まあ明日からもね、普通通り試合をしていってほしいなという風に思います。はい。ということで今日はこの辺りにしたいと思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。